皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日は古典派のベートーベンのエリーゼのためにをいろんな調で弾いてみようと思います。シャープやフラット、ダブルシャープ、ダブルフラット、とてもいろんな臨時記号がついていますが、ゆっくりと練習をすることで弾けるようにはなります。このエリーゼのためにも平行調という調に転調しています。それではどういうふうに曲奏が変わるのか、ゆっくりと弾いてみますね。出来上がるととても嬉しいものです。それではエリーゼのためにいろんな調で弾いてみますね。Thank you.
のためによ。フラットとシャープ。今日は（笑）できるところまで弾いてみました。シャープやフラットがたくさんつくということは、とっても考える力を養います。いろんな調で弾いてみる。平行調に転調していますが、曲をアナリーゼするということは、こういう形式や曲層を理解しているということです。皆さんも知っている簡単な曲からアナリーゼをしてみることが一番です。誰にでも。得意分野はありますが、先生も失敗することもありますよ。良い子の皆さんも無理をしないで楽しみながら学んでください。先生にいろんなことを話してくれますが、子どもたちは楽しい愉快なことが大好きです。パイキッキックアーンパンチ。それでは今日もエリーゼのためによ、いろんな調で弾いてみました。平行調に転調していますが、曲をアナリーゼするということは、形式や構成、メロディーを構成している、曲を構成している楽器が何で使われているのか、何によって演奏されているのかということを理解しながら弾いてみることも、上達への近道です。トランペット吹きの休日なら、トランペットをイメージする。いろんな曲から曲を奏でている楽器をイメージしながら弾くということは、とても楽しいことです。エリーゼのためにでした。